まあ、役作りはやっぱプロとしてやっぱやりましたよね今回は相当。そうですか、はい、やっぱガーフィールドっていうのはもうぐうたらな家猫なんですよ。もうくっちゃねくっちゃねの、はいはい、だからちゃんとそのガーフィールドやるにあたって今回お話しいただいた時から、まあ、くっちゃねくっちゃねを繰り返し、素晴らしいですね、直前までハイカロリーなものを食べてだらしない体を作り込んできましたんで、さすがです、はい、素晴らしい、それが出てるんじゃないかなと思ってます、はい、やっぱりまずは形から、まずは形からです、うん、恐ろしいような食生活でね、こんな濃いもの、あ、炭水化物に炭水化物ぶち当てるんだみたいな日が何人も、うん、こっそり唐揚げとか食べて家で怒られたりしてたんですけど、随分口がテカテカだけど揚げ物食べたなって怒られたりしたんですけど僕はちょっとわがままボディになってしまったんで、ちょっとこれをスリムしなきゃいけないなと思って、うん、まあ1個はちょっと自転車をね買ったんです。ほらちょっと、はい、でやっぱこう運動しようと思って通勤とかに使おうと思って、でダイエットのため自転車買ってたんですけども、でもちょっとやっぱ自分に少し甘えがあって、何を思ったか痩せたいはずなのに電動自転車買っちゃってですね、あれすごいアシストが良くて、ガーフィールドのね、うん、やっぱマインドが、ね、まあ疲れない、あね、あれはね、うん、だからねちょっとボディをもうちょっとスリムするためなんかこう運動を本格的にしたいなと思ってるんですよ、なんかそれができたらなと思っててね今。